メディアを再生する外敵の侵入に反応して渦を作る蜂の個体群生命の階層とは還元主義によって生物を定義するのに用いられるヒエラルキーで生物学的構造及び体系を複雑系科学に基づき階層づけるものである一般的にその階層は原子から生物圏に及ぶ生命の階層の上級部にある考え方として生体の階層、派生として 階層的生態が挙げられる。この階層の中では、いずれの階級に位置する事物もその階級における基礎単位であり、個々の事物はさらなる組織的複雑性を有する。また、生命の階層を裏付ける基本的原理は創発の概念であるが、これは、ある階級に表される特性や機能はその一つ上の階級に対してのみ関わりがあり、 下の階級には何ら関わりを持たないということである。生命の階層は有機物同士の極めて高度な秩序であり、ある種の個体が持つ生命の階層は、その種のどの個体とも同じということができる。具体的な例を挙げると、一般的な人は胴体の元に2本の足、左右に1本ずつの腕、上には頭があるが、これらの全てが違う場所についていることは、極めて稀である。 実際に、このようなことは、生理学、生態力学の見地からしてあり得ない。生物における生命の改造は、あらゆる科学的研究分野におけるごく根源的な前提で、特に医学においては不可分である。この概念がなければ、生理機能や疾病に見られる物質的、科学的なあらゆる現象の効果について、研究を行うことは、ままならない。例えば、脳が分化し、 特定の機能を持った細胞によって構成されていることがわからなければ、認知神経科学や行動神経科学は存在し得なかったであろうし、細胞単位の変化が、器官全体に影響をもたらしているということがわからなければ、薬理学の基本的概念すら存在し得ないことになる。生体階層にも同様のことが言え、この概念があることにより、殺虫剤としての DDT は昆虫などの、 細胞小器官に効果があるものだが、実際の影響は生態系にまで及ぶ。すなわち理論上は一つの原子が生物圏全体に変化を及ぼしうるという説明を行うことができるようになる。一つの生物を構成するものをヒエラルキー化すると最も仮想に来るのは原子である。酸素原子は二つで酸素分子を作り、さらに集まることで高分子となる。 高分子は分化した細胞を形成し、組織、機関、機関系、そして様々な機関系の集大成として一つの生物体ができる。ライオンは複数集まることで個体群を形成する。プライドはシマウマの群れと相互作用することで共同体となり、このような現象が何らかの物理的環境のもと、様々な種類の動物で見られる状態が生態系となる。 連続する生態系は生物群系と総称でき、さらに地球上すべての生物群系を総称して、生物圏と呼ぶ。生命の階層は以下のようにして表すことができる。さらに複雑な階層をこの表に組み込むこともできる。例えば、分子は元素の集合として見ることができ、原子は原子粒子へ分割することもできる。また、それぞれの階層は、 独立したヒエラルキーとして崩すこともでき、これらの生物学的事物は、それぞれが生命の階層以外の何らかのヒエラルキーの構成要素となり得る。例えば、ゲノムは遺伝子に関するヒエラルキーへと再分割することができる。ヒエラルキーの各階層はそれより、仮想にあるものによってのみ説明される。例えば、生物体はその仮想にある要素、すなわち、原子、 分子、細胞、組織、機関、機関系の概念によってのみ説明することができ、個体群、共同体、生態系、生態群系、生物系の概念を用いた説明はできない。また、ヒエラルキー内のどの階層に新たな機能を加えるにも、単なる階概念の変更や、創発の概念で賄うことは不可能であるため、 その生物の客体そのものに変更を加えなければならなくなる。また、生物体とはその構造が複雑か否かに関わりなく、何らかの組織的集合体によるものであるため、個体群が機関による集合体でない限り、生物体を機関の階層を構成するものと定義することもできない。関連上は自然界で見られる。 複雑系科学的な生態系の大部分がヒエラルキー的構造をしていると考えられているが、理論的見地に立った場合、複雑系科学的な体系自体が複雑さが簡素さから進化してきた世界で見られるヒエラルキーである。こうしたシステム理論的なヒエラルキーの分析は1950年代に成立したもので、1980年から、 派生分野として生じてくる階層的生態の経験的根拠となった。理論的根拠に基づく学問として代表的なものに、熱力学がある一方、生態系が自然科学的系に準じて形成されている場合、生態系の最も普遍的な抽象性においては、自己組織化された振る舞いを示す、熱力学的開放系と三一構造の中に見られる。 集合論的関係がそのヒエラルキーを特徴づけると言える。より単純かつ直接的に生物のヒエラルキー的組織体を説明するものとして、ハワード・ティ・オーダムによる生理学を用いた手法や、サイモンのヒエラルキー的原理といったものがあったが、サイモンはヒエラルキー的構造が安定しているからこそ、 ヒエラルキーが多様な進化の過程で、ほぼ必然的に出現するということを重要視していた。サイモンはこの考え方を時計職人に例えて、偶和化している。あるところに、ホーラとテンパスという二人の時計職人がいた。彼らは大変な腕利きで、どちらの店にもひっきりなしに電話が入り、次々と新たな顧客がついていった。ところが、 甲羅の店がどんどん大きくなる一方で、テンパスは規模を縮小していき、最後には店を閉めてしまった。何が原因だろうか。時計は1000ほどの部品で作られるものである。テンパスの時計は、線の部品を最初から一つ一つ組み上げていくという、設計だったため、電話が鳴ったりして、作りかけのまま作業台に置くと、すぐバラバラになってしまい、また最初から組み直さなければならなかった。 一方、甲羅の時計は、銃の部品を一つの部品として組み上げていくという、設計だった。そうして出来上がった部品はさらに大きな部品をなし、彼の時計は銃の部品で出来ているも同然であった。彼の時計は、作りかけのまま作業台に置いても、バラバラにはならなかったのである。ありがとうございます。